ジョゼフ・マイケル・マンガ・ニエロはアメリカ合衆国の俳優。HBO のテレビドラマ、トゥルー・ブラッドにおけるアルシード・ヘルボー役で知られる。カーネギー・メロン大学演劇学校美術学士。身長196センチメートル。ペンシルベニア州ピッツバーグで、シチリア系の父とオーストリア系、アルメニア系の母の間に生まれ。 ピッツバーグ郊外のマウントレバノンで育つ。カトリック系の小学校に通い、地元の公立高校へ進学。高校時代は、バスケットボール部とバレーボール部でキャプテンを務め、フットボール部でも一軍選手で、大学ではバスケットボールをやろうと思っていた。しかし、フットボール中の怪我と、友人と映画を作っていたことの影響で演技に、興味を抱く。そこで一度、 カーネギーメロン大学演劇学校を受験したが、失敗し、1年間ピッツバーグ大学へ通った後、再び受験して入学。2000年にカーネギーメロンを卒業した。タレントエージェントと契約した3日後に受けたオーディションにより、2002年の映画、スパイダーマンの友員フラッシュ、トンプソン役で、初めて一般映画への出演を果たした。その後2007年のスパイダーマン3でも、 同役で、亀を出演している。2006年よりテレビへの出演を始めジェイクインプログレス、ラスベガス、女検察官ガナベス・チェイスなどに、ゲスト出演。CSI3 シリーズではそのすべてで、ゲスト出演を果たしている。2006年から2009年にかけては、ママと恋に落ちるまで、のいくつかのエピソードで、ブラッド役を演じた。2009年のビデオ映画、 エネミーライン三撃戦コロンビアでは、ネイビーシールズの隊員役として主演した。トゥルーブラッドには2010年に放送された第3シーズン以降、狼男アルシードヘルボー役でレギュラー出演している。彼はこの役のために頬ひげを生やし、5ヶ月間かけて筋肉を蓄えた。2011年、漫画ニエロはザック、スナイダーとクリストファーノーランによる、 マン・オブ・スチールのためのスーパーマン役のスクリーンテストの機会を得た。しかし、トゥルー・ブラッドの撮影とスケジュールが衝突し、この機会を逸してしまったという。2012年には、テレビドラマ、ホワイト・カラーとスティーブン・ソダーバーグが監督した映画、マジック・マイクで、カーネギー・メロンでの学友・マット・ボマーと共演した。2014年の映画、ラ・ベア・マッチョに恋してを初監督。 プロデューサー。学生時代にはピッツバーグで数多くの舞台を踏み、クオンタムシアターの公演によるベニスの承認やアルフレッド・ウーリーのザラスト・ナイト・オブ・バリー風などに出演した。その後は2007年にスカーツ・アンド・フラッツのニューヨーク公演に出演した。ほか、2008年にはウェスト・バージニア・パブリック・シアターによる欲望という名の電車でスタンリー・コワルスキーを演じた。 2009年6月にはサンディエゴでテレンス・マクナリーのアンユージュアル・アクツ・オブ・デボーションに出演した。ありがとうございます。